皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安瀬でございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。ですね、ちょっとまずはじめにですね、皆様にね、謝らなければならないことがあります。2つ前の動画でですね、不適切な発言があったと指摘を受けました。ネットやスーパーでね、販売されている製品に対してですね、僕の発言がとかを楽しみにしてご購入されている方々に、ね、不快な思いをさせてしまったことに対して、お詫び申し上げます。大変失礼いたしました。それではまあ今日なんですけどもね、その先日 その5月30日に起こったというか、発症し始めたその帯状疱疹っていう病気のね、今日はね、そのもらっていた薬のお話なんですけども、そのまあ帯状疱疹という病気はですね、その10万人に300人から500人がかかる病気らしいんです。でその1000人に3人から5人なので、まあ 0.3% から 0.5% の確率でなるってことですよね。まあ非常に少ない少数派のグループに入ってしまってたんですけども、そんなね、帯状疱疹で病院からもらっていた薬はですね、その抗ウイルス剤っていうのを1種類もらいました。でも帯状疱疹っていうのはですね、その誰しもが、皆さんもね、そうなんですけど、体の中に持っているウイルスの一つなんですよ。でその主にその体の中にこう張り巡らされているね、張り巡らされてある運動神経とか感覚神経のどこかに潜んでいます。でそんな体の中に潜んでいるウイルスがですね、免疫力の低下やね、疲れが溜まっていたりとか、その病気の関係で、ね、ウイルスがこう、実はウイルス自体がですね、活発化して症状が発症します。そしてそんなウイルスの活発化を抑えるための抗ウイルスが1種類と、そしてそれに伴いですね、さまざまな痛みが出るんですよ。でその痛みを抑えるのも薬が必要となってきますので、その痛み止めが3種類もあったんですけど、今は4種類に増えてます。そんな帯状疱疹での痛みに対してもらっていた痛み止めの薬に関して起こった、僕の体に起こってしまったことのお話を今日はさせていただきます。昨日の夜にですね、その痛み止めとしてもらっていた薬がね、1種類なくなってしまったんですよ。でなので、その今朝からはね、その1種類の不足を補うために、以前にもらっていた、僕の体に合わせてもらっていたね、別の薬ってがあるんですけども、その別の薬の痛み止め、それも痛み止めなんですよ、それを飲んでおります。皮膚科の先生にね、その〇〇という薬を過去にいただいてたんですけども、ここの病院で入院してた時にもらったんですけども、それがありますけどどうですかって聞いたんですよ。そしたら別にいいですよって言ったので、今朝飲みました。というかね、そもそもね、今回その出してもらっていたね、その痛み止めっていうのはですね、そのなくなってしまった痛み止めっていうのはですね、その名の通り痛い時に飲みなさいって言われたんですよ。しかもそれはね、頓服薬として出されてたんです。だからその常に飲みなさいよってね、朝昼晩ちゃんと決めて飲みなさいよっていうか感じで渡されたわけじゃないんです。でちなみにね、その過去に入院してた頃にもらった薬もそういう風な感じで頓服薬として出されてたものでした。そしてね、今回そのもらっていたなくなってしまったね、痛み止めの薬をね、その頓服という感じで飲むとしたらですね、その普通に出てる、今出てる痛みとね比べてね、その特別痛い時に飲むということをこうイメージしたんですけども、そのね、今の僕からしたらですね、その特別に痛いなんて感じれない状態というか、そのこれがね、この今感じてる痛みが普通の痛みとしたら、そのもしね、特別な痛みっていうのが出てくるとすると、その今と比べたらどんだけの痛激しい痛みやねんっていう ふうに思うわけですよ。だからその痛みが出る前でも今の状態でもですね、せめて今の痛みも緩和したいと思う一心でこう定期的に飲んでいました、朝昼晩とね。まあその朝昼晩って飲んでたんですけども、そのね、今この状況で頓服として出されているわけなんですけども、出されたわけなんですけども、その出される前っていうのは、常に朝昼晩飲みなさいよって言われてた薬なんですよ、一緒の薬なんですよ。だからね、まあ
その頃から常に飲んでたんですけども、まあ、ギマでも常に痛かったっていうことなんですよ。まあね、先日の動画でもね、お話しした通りなんですけども、僕が感じている痛さというのはですね、今はその左足のつま先に痛みがね、集中しています。ちなみにですね、その痛みが出ている部分が、というのはですね、その最初から比べていきますと、どんどん移動していっててですね、主に左足に集中しているんですけども、そのほんまの最初っていうのは、左足のくるぶしから始まりました。最初はね、ただの違和感だったんですけどもね、確実に痛いという意識に変わっていきまして、その痛みというのがですね、その足の奥底が痛いというか、その骨の中とか足のこの中の中心部分が痛いというかね、そのまあ、さっきも言ったんですけど、そのね、骨の中が痛いという感覚でした。で、続いてその痛みが各関節といったその膝に来て、股関節に来て、腰に来て、次々に移っていって、徐々に上に上がってきたわけですよ。まあ、ここまでは上がってこないですけども、左足が主になんでね。で、その痛みが腰に来る頃にはですね、これが激痛に変わっていってて、この足を引きずらなあかんくらいっていう感じでまともに歩けない状態だったんです。で、まあその足を引きずらな歩かれへんぐらい痛かった状態の時っていうのはですね、まあその頃になると、その膝にね、その赤い斑点ができてきて、それが発疹になっていって、まあ、気づけばそれがね、水ぶくれに変わっていきました。で、その水ぶくれはね、ふくらはぎのようなその柔らかいところに、ね、広がっていたんですよ。で、水ぶくれがふくらはぎに広がっていった頃合いにはですね、まあ、少しはまともに歩けるぐらいにはね、痛みはね、その柔らいでいったんですけども、和らいでいったっていうのもつかの間でですね、今度はね、その皮膚表面にね、痛みが出てきてですね、この針でチクチクされている痛みから始まって、やがてはその日焼けした時のような、やけどのような痛みに変わっていきました。もうね、でもその頃にはまともに歩けているので、足をね、引きずることがね、なくなってきたんですけども、まあ、皮膚表面にね、その痛みが来ているので、歩き方はまあまあぎこちなかったですわ。今でもまあぎこちないんですけども、まあ、その状態がね、今はほんまに続いていてて、さらに今はつま先に痛みが集中しているということなんです。まあ、そんな状態なのでね、その頓服としての薬を飲む瞬間がね、僕にはね、なかったんですよ。まあ、常にどこか痛くて、その痛みを和らげたいと思うわけですわ。皆さんはどうですかね、その痛みが出てきた時にですね、そのこの薬を使ってくださいと言われていましたけども、しかもそれを痛みが出た時のためにということで、そのお守り代わりに持っといたらいいよと言われていたのにもかかわらず、こうね、常に嫌な痛みが出ていたら、しかも自分が今どんなに痛いのかわからなくなって混乱していたらですよ、その痛み止めをね、使ってみたくはならないですかね。どうでしょうかね。なりますよね。まあ、なりますよってこう決めつけは良くないですけども、まあ、僕は使ってしまいました。まあね、多少は痛みは和らぐのでね、まあ、だからね、次の通院の日まであと1週間あるのにね、全部使い切ってしまったわけなんですよ。というかね、まあ、前回の通院がね、先週の火曜日やって、で1日3回朝昼晩にね、他の薬と同じようにね、今までと同じように飲んでてっていう感じやったので、まあまあ多めにもらっていたんですよね、豚腹のくせにね。まあお守り代わりという感じでね、もらっていた薬やのにね、お守りにしてはね、数が多かったように、ね、思います。まあね、その皮膚科の先生にもね、そのどうせ安は飲みやろうとね、予想でもされてたんでしょうかね。でもまあその予想をね、こうはるかに上回るように飲んでやりましたよ。だって痛かったんですから、しゃあないですよ。とは言っても、まあ、その薬を飲み続けてたとはいえですね、特別に痛みが和らいだんかって言われたら、ちょっとは和らいだんですけども、まあ、和らいでいるんですけども、めっちゃ和らいで痛みがなくなった瞬間があったんかって言われたら、実はそうじゃないんですわ。まあ、先ほども言いましたし、まあ、以前の動画でもね、ほんまに最近の動画でもお伝えしました通りなんですけども、こう、今はね、つま先がね、めっちゃ痺れて痛いんですわ。で、そこの痛みも別に和らいでいません。でそのつま先にはね、今は痛みが集中していますけども、まあ、もちろん他の箇所のね、その皮膚表面に感じる痺れとか、痛みもね、まだまだ本当に残ってるんですよ。これがずっと続くようならば、ほんまにその帯状疱疹後神経痛、帯状疱疹後神経痛と診断されることだと思うんです。あとね、これはちょっと調べたんですけどもね、まあ、このような痛みが慢性的にこうずーっと続くようであれば、それはこう脳科学的な療法も取り入れていくのもいいみたいなんですよ。まあ、どうやらね、その精神的にも参っちゃってるとされてる感じのようなものらしいんで、慢性的にずっと続くとね、その痛みというのは、その脳から分泌
されるホルモンかなんかあるらしいんですけどもね、まあ、それは考え方と言いますか、思考ってあるじゃないですか。その思うに考えるって書いて思考ってあるでしょ。でその思考によって痛みを感じるホルモンの分泌を操作してあげると、少しは痛みが緩和されるみたいなので、まあ、精神的にもね、この穏やかになるようなんです。まあそんなことがね、できるかどうかね、僕には分かりませんけども、まだ分からないんですけども、その薬で痛みが取れなかったりとか、今後慢性的に続くように予想ができたら、僕自身でね、予想ができたら、脳科学の本でも読んでね、自分の思考をね、操作してみようかななんてね、思っております。それかもうね、今から読んでみましょうかね。過去にね、いただいた本なんですけども、その読んだ本の中にですね、まあ、そのようなこともね、書いてありましたのでね、こう思考で痛みが緩和されるとか、思い込みとかね、ね、ほんまにそんなんで痛みが緩和できるかどうかまあ僕にはわからないんですけども、まあね、まだ本なのにちゃんとあるんで、せっかくいただいた本やからね、まあ、3回ぐらいは読んだんですけども、まあ、もう一回読み返してみようかなとね思います。ということでですね、今回はもらっていた痛み止めがなくなったので、過去にもらっていた痛み止めを飲んでみているけども、まあ、今回もらっていた痛み止めも過去にもらっていた痛み止めも痛みは止められていなかったというお話でございました。結局ね、痛いです。薬を飲んでも痛いですということでした。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。でそしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。